はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。本日はババーン、公式キャッチャーミットネオステータス、名越さんお買い上げありがとうございました。片付けを仰せつかりましたので、久々にキャッチャーミットの片付けの当店でのポイントをアップしたいと思います。ご要望聞いておりますんでね、その辺参考にしていきます。ベン、まずね、いつもお聞きするのはポケットセンターどこですかっていう。選手によってはど真ん中で撮ったり、ちょっとウェブ寄りで撮ったり、それから親指寄りで撮ったりというふうなことです。はい、それをお聞きしますね。はい、それから2つ目、つかみはどうですか。つかみっていうのはボールをどういう意識でキャッチしてますかっていうことですね。さっきのポケットセンターとも関係してくるんですけど、こうど真ん中で掴むっていう人、それから、ちょっとこう指3本ぐらい、この指先ぐらいでこう掴む感じの人、それから親指をあんまり動かさないで4本を使って挟むように取る人、まあ様々です。何が正解ということはありません。私はお客さんの要望を聞くだけでございます。それが2つ目。3つ目、ウェブどうしますかね。このウェブの締め具合、これをお聞きします。これを締めたり緩めたりすることでポケットの深さが微妙に変化してくるということでございます。それから、4つ目、親指パッドですね。まあ、これはうちのお客さんの大和さん特にね、教えていただいたところですけど、このカーブ芯を採用しているというところもありますけど、メーカーによってはね、ここをぐっとこう曲げて使う人と、まっすぐのまま使う人とありますので、それも確認します。それから最後、5つ目、ね、こうファーストバックタイプですと、まあ、その他のタイプもありますが、指カバーフィンガーフードがついてますけど、これを、まあ、パターンとしては使わない人、それからフィンガーフードとして使う人、それからこの上に出しちゃう人と分かれますので、そこもお聞きします。じゃあ、今回のお客様、名越様、どんなご希望かというと、1つ目、ポケットセンターはやや親指に寄せてください。それからつかみは親指をあまり動かさない、4本で挟む感じですということですから、こういう感じの閉じになりますね。だと思いますよ。それから3つ目、ウェブはそのままでとりあえず緩んでくるんでね、だんだんやってみますと。それから4つ目、親指パッドはこのまま曲げないっていうご希望ですね。それから5つ目、フィンガーフードは普通に入れて使いますということで、まあ、そんなところ気をつけながら片付けをしていくわけです。公式ですから、そんなにふにゃふにゃにはしません。芯がしっかりしてないと、必要なところだけ叩いていかないと、耐久性に問題が出てきますからね、湯もみもしません。それでは実際に作業ちょこっとだけやっていきましょうか。どうぞ。はい、いつも通りね、ブレイクインナーグラブ、もうこれはブレイクインナーキャッチャーズミットですけど、いつも通りです。揉む、ニール、叩く、ウェイル、取る、プレイキャッチ。で、特に、キャッチャーミットは時間がかかりますし、開閉が硬いですからね、その点、時間をかけてじっくりやっていくわけですが、今あったようなお客様のご要望を踏まえて、まず揉むところ、もうだいぶちょっと揉んで、こう、閉じは、
多少出てきましたけど、揉み方ね、このまま揉むっていうのもありますが、今日は失敗しない揉み方、失敗しづらいね揉み方ちょっとお話しましょうか。ボール用意して、で大抵皆さんこの辺にシワ入れちゃうんで、ここはシワ入れたくないですね。で、勘違いするのをこうギュッと締めちゃう人ね、こんなに締めたらボールが入りません。ボールが入って締めるのこれぐらいですからね、はい。なのでここにこのヒンジ側にボールを入れて、それで今のポケットセンターが親指寄りというのを意識しながらこう揉んでいくわけですね。うん。ほいでこうパクパクパン感をいいところまで徐々に調整していきます。まあこういう台がない人は意外と私もいつもやってるんですけど、ちょっと待ってください。はい、じゃあどうぞ。よいしょ。このちょっと低いかな。あ、見えるな。ボールバケツですね。いつも当店で紹介しているボールバケツ。これね、ちょうどいいんですよ。平らなんですけどクッションがついてて適度に弾力があるんで、結構これやりやすいです。で立つとちょうどねこう体重がかかるんで、こうぼちぼち様子見ながらね、こうこれ使って揉むっていう行為は結構やってますね。はい、それから次叩くですけど、通常うちでよく使ってるのは、こちら阿蘇山マレットか、このローリングスさんのマレットですけど、まあ、これも使いますよ。使わないことないですけど、キャッチャーミットで一番うちで活躍しているのはこちらのトンカチ型です。こっちもこっちも違います。使います。で何が違うかっていうと、このエッジの角度が違うので、それで適当に使い分けて叩きます。でさっき言いました、ちょっとね、親指寄りということなんで、こう軟式の場合はこう全体をっていう場合が多いんですけど、まあ、これも大和さんに聞いたんですけどね、硬式の場合はね、特に柔らかくしたいところだけを叩く、中心に叩く場合が多いです。こうですね。で時間かかるんですけど、ぼちぼちいいところまで叩くのが失敗が少ないかなと思うんですけどね。こっちの方が威力あるんだけどね。手が痛いね。でだんだんこうこの周り叩きながら、こうボールとの接地面積を増やしていきます。まあ、大体ポイントとしては今のような感じですかね。まあ、今までいろいろ見せましたけど、はい、どうでしたか。どういう、キャッチボールできなくないですけど、多分これから高1の方だからもうちょっとだけ柔らかくした方がいいかなと思うんですけど、最後に、最初のうちだけですけど、閉じ癖をつけるのにグラブベルトを使うっていうのがことがあります。そのちょっと容量ですね、お話ししときたいと思うんですけど、ボール、まあ、これを入れてやるっていう時もなきにしもあらずですけど、張りのある受給面、失敗しないためにはいつも言ってる
まあ、2号ボール11インチのソフトボールぐらいの大きさが失敗が少ないと思うんですけど、これもこの辺に入れて、でよいしょ、ベルトをかけます。でベルトのかけ具合がね、これはまあ微妙ですから、皆さん工夫して失敗のないように。よいしょ、こういう感じでかけて、それでかけてからこうちょっとどういう感じがいいかななんてね、見ながら、まあ普段はあんまりベルト使わないんですけど、よいしょ、うん、まあ無理くりせずにこれぐらいかな、うん、こんな感じで、で一晩置いとく場合があります。で次の日また外して様子を見て、あ、ちょっとかっこよくなってたな、なんて自分で自画自賛ですね。うん、まあそんなすぐ変わりませんけどね。はい、それでは皆さん、さようなら。